アマル駅は山形県東田川郡庄内町アマルメアザ沢田にある東日本旅客鉄道の駅である。右越本線と陸右西線の2路線が乗り入れ接続駅となっている。当駅の所属線は右越本線である。陸右西線は線路名称上は当駅が終点であるが大半の列車が右越本線を通して坂田駅まで乗り入れている。 上越本線で運行されている特急、稲穂の全列車が停車する。島式ホーム2面4線を有する地上駅。駅舎とは、湖泉橋で連絡している。駅舎直結のホームも存在していたが、現在は、柵で囲まれていて、旅客用としては使われていない。坂田駅管理の業務委託駅で、JR 新潟ビジネスが受託している。緑の窓口、自動券売機設置。 駅舎内でアマルメホットホームが庄内町の特産品、土産品を販売している。なお、4番線は映画、送り人のロケ現場であり、ミカが立っていた場所にステッカーが貼ってある。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は358人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前に、 庄内町 A バスと庄内交通の余メ駅前停留所があり、高速バスは庄内町アマ余メ駅前停留所となっている。ありがとうございます。